ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捉えと挑む。まずご経歴をどうぞ。栗原茂之40歳、神奈川在住、最終学歴は大学卒業、現在の職業は東京トラベルパートナーズの代表取締役をしております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。700万円で投資です。あなたが思い描く未来の姿は。全ての人が生涯旅を楽しめる社会を目指して旅すけ TV を広めたい。令和の虎、その思いを金に変えろ。オール・オア・ナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチ・ザ・ハンド。簡単にご経歴お願いします。私は大学卒業後、大手の旅行会社に就職をしまして、9年間サラリーマンとして法人営業をしておりました。2015年に会社を辞めまして、2016年の1月に現在の東京トラベルパートナーズを設立し代表に就任しました。その後2018年から介護施設向けのに特化した旅行サービスということで、旅すけというサービスを始めまして、展開しておりましたが、この2020年からの新型コロナウイルスの影響でですね、旅行の仕事がなくなってしまいまして、でそこから同じく介護施設に向けて映像の配信のサービスをやってちょうど3年になるんですけれども、また今年、それが新たなサービスとして、始まるということで本日参りました。では今回の事業プランをまず簡単にお願いします。旅すけ TV というですね、介護施設、障害者、高齢者、全ての人がですね、旅行を楽しめる参加型の動画配信サービスというのを実施します。個人は月額1480円。法人で7800円という形で月型のサブスクリプションプランで料金をいただきながら旅行をですね、映像で楽しむというような形、旅と健康をテーマにしたサービスを実施します。はじめに動画配信サービス、数ある中で、どんなことをやろうとしているのか見ていただくのが一番早いかなと思いまして、今お見せしているのがこれ Chromecast をつないでるんですけれども、いわゆる Android のテレビアプリが5月からスタートします。スマートテレビとかで見る画面なんですけども、ここの一番端にこれ旅すけ TV なんですけど、ダウンロードできるようになるというようなこのアプリがリリースされるという形になります。もともとコロナ禍で始めてた介護施設の動画配信サービスがですね、割と広がりを見せてきて、でこの介護施設だけじゃなくて一般の人も結構楽しんでいただけるっていうのが実証事業の中で分かりましたんで、テレビアプリを使って、家庭でもバーチャル旅行が楽しめるような形です。ねぶた祭りとかお祭りにカメラ持って中継機持ってもうそのまま入り込んでですね、お祭りを1時間ノーカットで楽しんで、その臨場感とか雰囲気を楽しんでいただくというのをやったりですね、梅祭りとか季節にちなんだ、皆さんがこう楽しんでいただけるようなものを、生配信で参加型クイズとかアンケートとかチャットを使ったりしてインタラクティブに楽しんでみるというような形です。今日のですねデモを用意してきましたので見ていきたいんですけども、この画面でちょっとリライブさせてやりましたけれども、何か物品を購入したりとかですね、ショッピングにもつなげることができる、他にもいろんなこれを活用してやれることってたくさんあると思うんですけど、現状資料を1つ用意する、ショッピングの動線を1個作るの機能しか今ありません。これずっと続ける感じですか？はい、歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー桑田龍聖、年商26億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使し、ホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？これずっと続ける感じですか？はい、ちょっとだけ長いっすよ。はい、すいません、ちょっと短めにいきます。令和の虎プレゼン番組じゃないんでやり取りしないと。はい、じゃあちょっとと言われながら流すのはですね、はい、3分強ぐらいあるんですけど、いやー、これはやめた方がいいんじゃないですかね。やめた方がいいですか？そう言われながら、でも軽く1分ぐらいで見てください。見てみたいんで、どんな番組なのかっていう、わかりました。どんな形なのかっていうところですね、体験していただくというような。こんにちは、旅すけチャンネルレポーターの村田彩です。こんな形でですね、実際に介護施設とか見てる方と観光地をつないで見ていただくっていうのをやってます。でちょっとクイズということで、これがやりたかったんですけども、これを施設の方たちとかも自分たちが言ってるような臨場感を出しながらやり取りできるみたいな、参加型できるような形の番組も作れたりするということですよね。江ノ島にあるポスト、なんか特別な色のポストって皆さん分かりますでしょうか？白、金、緑、黒。金ですかね。金色、桑田社長金色で、島谷さんいかがでしょうか。緑。ともはっぴさん。じゃあ白で。白で。はい。じゃあ黒で。黒で。じゃあすみません、宇崎さん。緑でお願いします。緑。じゃあ緑が2票だったんで。緑で投票しますっていう形でですね、皆さんで投票して、で実際に当たるとポイントがたまって、でそれを商品にゲットできるっていうのを介護施設でやってます。実際にはこういったもうまさにこういった形で介護施設で食堂とかで、10人20人集まっていただいて、映像を見ていただいて、皆さんからなんか質問があったらチャットで質問していただいて、現地から答えてみたいなのを繰り返してあります。一番のこう良さは、気軽にこういった生中継番組が作れるというのが一つ強みにもなりますんで、こういったものも一つありかなというところです。ほら黒でした。おめでとうございます。1000ポイント。安社長正解。という形で、ただクイズをですね、何色でしょうってやりながら正解ですとかじゃなくて、実際の旅の生中継とこう見て繰り返しながらで見ていただいて、でかつこれがポイントで貯まるというようなシステムになってます。ちょっともうやめた方がいいですかね。もうちょっとだけもしお時間いただければ。もういいっすね。もういいですか。はい。っていうか逆に。なんかやり取りの時間減っちゃうんですけど、大丈夫ですか？はい。なんかまだあるんですか、この後ポイントが。またクイズもう一個だけあるんですよ。いや、もういいでしょ。もういいですか。マジでもういいよ。ただこのまま終わってしまうと、ただ長いだけで終わってしまう部分もあるんで、ちょっと批判覚悟でせっかくなんで、ちょっとそこだけやらせていただいてもいいですか。岩井さんいたらマジでブチ切れられます。いないんで幸い。幸い。大丈夫かな。遠隔で観光を楽しむ新たな提案。開始早々長尺のプレゼンテーションで虎たちを突き放す。令和の虎禁じ手の長話。虎たちが苛立ちを見せ始める。新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集。詳しくは概要欄から。テレビスタジオでタレントさんが旅番組ね、スタジオ側で見てコメントするみたいな空気感で体験できることもできるってことですね。あ、そうですね。はい、今後はそういった形でやっていきたいなとは思ってます。いや、それやったらテレビでいいじゃないですか。はい、テレビはですね、旅番組もクイズをやってるところは生中継じゃないものが多いので、旅の映像自体を生配信でロケをするっていうのに一応我々はこだわってまして。今見ていただいたのもこう並びで YouTube とか Netflix とかあったと思うんですけど、基本的には我々旅行会社が走りであるので、旅を楽しむっていうか旅を体験するっていう意味で、どういう形でやると旅の感覚が味わえるかみたいな、そういう観点で作ってるっていうのはあります。それやったらコロナ中伸びてないとおかしくないですか？はい、コロナ中旅行ができなかったわけじゃないですか。はい、なのにコロナ中は伸びてなかったみたいな話出たと思うんですけど。コロナ中に亡くなったのは、そのリアルな我々車を運転してリアルに旅行に連れて行ってたんですね。でもこの YouTube チャンネルが、できたのが2018年ということですよね。あ、そうですね。YouTube はちょっとあんまり触ってはないんですけれども、アプリができているものの、それのウェブ版がですね、今もうずっとコロナ禍やってまして、そっちの方には介護施設に今向けてだって今3700弱ぐらいの介護施設が登録していただいてます。満足度はどんな感じなんですか？介護施設の。そうですね。我々のアンケートの中では非常に満足いただいておりまして、今のコロナ禍も一応右肩上がりで、これが面白くなかったらもうサービスとしてなくなるかなと思ってたんですけども、今一応そのまま継続して、盛り上がって、来ておりまして、でそれが少し介護施設だけじゃなくて一般の人でも楽しめるんじゃないかということで、盛り上がってるってどう盛り上がってるんですか？具体的な数字で。会員数がですね、この3年間でですけども、その法人の介護施設で、3700の登録、これはちょっと多いのか少ないかですけども、そういった動画配信とかもわからない状態のところからスタートして登録が増えてきて、3700かける月額1480円で合ってますか？いや、法人月額は7800円で、今それは無料会員も含めてなので、有料会員がまたそこからステップがあるというところで。どれぐらいなんですか、有料？今650ぐらいですね。有料が650、はい、無料会員のが多いという状況ですね。507万円が毎月入ると。そうですね、介護施設の場合です。大会率はどんな感じなんですか？有料会員の方はこの3年間で解約されたのが1年に多分1施設か2施設しか解約はないという、そういう状況ですね。これ垂れ流してるんですかね。施設では何時にどういう感じで見てるんですか、みんな。介護施設ではだいたい午後の2時から3時ぐらいの時間がレクリエーションタイムで、先ほどやったような形で皆さん食堂とかですねに集まっていろんなレクリエーションやるんですけども、その時間にさっきのを使ってで、私はあんまりその得意じゃないんですけど、ファシリテーターみたいな介護施設の方が皆さんとこの映像とをつないでこう一緒に体験してもらうっていう形で、まあちょっとそれのじゃあなんかレック時間みたいな感じですか？はい、そうです、はい。ああ、なるほど。まあ大体午前と午後にそういった時間を取っているところが多くてですね。で、今日はなかったんですけども、その体操を一緒にやったりとか、クイズでもっと脳トレっぽいことやったりして。テレビでいいじゃないですか、それだったら。なんでこれじゃないとダメなんですか？はい、まあ、テレビだとその高齢者に専用でこうやり取りをしながらやるっていうのは今のところなかなかないっていうのが現状でですね、まあ、もちろん NHK さんとかで朝ラジオ体操やってたりとかあるんですけども、なかなか高齢者向けにインタラクティブにこう配信をするっていうのが現状だと我々の調べではないというところになってます。今無料のところがかなりまあ、大半が占めてるわけですよね。はい、これって今後有料のユーザーに切り替わっていくとかっていうのはあるんですか？現在今、まあ、我々もコストの面もありまして、今週に1回程度の配信しかできておらずですね、まあ、月に4回でそのうちの1回が無料でやってるという形になりますんで、結構その無料回だけ月に1回見てくれてるというのがあるんですが、まあ、今後もっと習慣化していただくためにできれば毎日生配信をしたいと思ってまして、もっと満足度が高くなり、まあ、これだったらお金が払える状態になるっていうのがまあ一つと、あとは今パソコンをテレビにつないで皆さんと見ていただいてるんですけども、スタッフの方々がこう IT リテラシーというかですね、まあ、そういった部分で接続できないとかっていうパターンが多いみたいなので、このテレビつければ見れますよっていうのが有料会員に向けてもつながるんじゃないかなというふうには思ってます。既存の施設、あと3000施設ぐらいが無料会員で、株式会社既存産業代表岩崎健人、資金繰りから銀行交渉、資金調達まで経営の悩みを解決へと導くプロフェッショナル集団を牽引、コンサルティングの力であまたの企業の数字を操り全身再生を実現する、想像以上の創造、熱血コンサル、志願者の真の喜びを作り上げる。既存の施設、あと3000施設ぐらいが無料会員で、まあ、そのうちの3分の1、1000施設ぐらいが7800円のになってくれたら780万入ってくるから、必要資金は賄えちゃうんじゃないかって感じがするんですけど。そうですね、7980円かける1000施設になったら月額なので、まあ、年額だともちろんそれだけの数入ってきますけれども、まだまだコンテンツ入れるって部分では、まあ、実際には今の介護施設だけに今やってるんですけども、介護施設が劇的に今有料会員に伸びるかっていうところがまだ我々もこれからやってみなきゃっていう部分ではありますんで、まあ、もちろん伸ばしたいという気持ちがありながらも、まあ、あとは個人の在宅の方にも見ていただくっていうのをやりたい。多分今の質問は、はい、あれですね、その3700今無料会員というか会員がいらっしゃるじゃないですか、はい、でそのうちの約700ぐらいが、はい、まあ有料会員だとしたときに、はい、その3000のお金払ってない方たちから3分の1有料プランに契約が変えられたら1ヶ月700万円ぐらい売り上げが上がるんじゃないっていう。合ってました？合ってました。ありがとうございます。今このそう思いました。はい、資金計画のところでですね、ある今の現状の、資金計画の265万円っていうふうに書いてるんですけども、今その有料プランで650施設っていうふうに謳ってかける会費だっていう計算ではあると思うんですけども、実際にはですね、介護施設さんって100施設持ってるとことか、まあ、多いとこだと600施設持ってるとことかですね、かなりその1法人あたりで7000円なんですか？いや、1施設なんですけども、ね、はい、だからその100施設契約してくださるんだったら、もうどんとディスカウントしたりっていうのがあってですね、現状だとしてんだそうです。今の現状だと収入でいうとここに書いてあるのが、まあおよそ半分ぐらいですよね。700で7波560万ぐらい本当入んなきゃいけないのが260万なんで、はい、50% ぐらいディスカウントってことですよね。はい、カンカンディスカウントしてるっていうのをこの場で言っちゃうのもなんかちょっと複雑ですけどね。ディスカウントしてないで入ってくれてるところもあるわけですもんね。そうですね、ボリュームディスカウントは最初からちょっと歌いながら交渉してるのでオープンにやってるんですね、はい、そこは。会員になる側からしてすごいなんか現代の他の動画媒体とかテレビチャンネルと比べてすごいなんか高額だなって感じなんですけど、ネットフリックスと比べた時に週1本生配信って比べる先がおかしいって言われたらそれまでなんですけど、なんかこれ変にターゲット広げないで。高齢者の施設とそのまあ実績アンケート結果なんかをもとにそこだけで広げる方がいいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。なんか一般の人とか変にそこを言い出したらそもそもだって無料で僕ら YouTube 出してますからね。で他でマネタイズするのが普通じゃないですか、うん、で Netflix クラスですらその1000いくらとかで入れるわけじゃないですか。これちょっと時代遅れ感がありますよね。ケーブルテレビみたいなね感じですね。めっちゃケーブルテレビ、コンテンツが少なすぎるっていう。月4はちょっとね、実際にここから5月からは月に毎日生配信をしようと思ってまして、毎日それいろんなコンテンツ、国内の旅だけじゃなくて海外もあったり、いろんな旅のコンテンツを増やしていくっていう感じにはなってます。逆にここまでどうやってこんなに会員が増やせたのかが疑問でなんないです俺。まあもちろん旅行に行きづらい方向けのコロナっていう時期に合ったサービスっていうのあるんですけど、どうやって増やしたんですかこんなに。まあ一つは営業がですね、介護施設の場合我々ファックス営業を送ったりですね、あとは法人で実際のリアルな旅行でつながってた会社さんと一つ導入していただいてっていう形で、まあ、3年間でコツコツ増えてきたっていう、そんなところになりますね。全国の施設にじゃあもう1回は全部連絡済みって感じですか、もしかして。まあ、全てではないと思うんですけれども、ファックスで1回は行ってると思いますね。積極的な営業は正直社内の人数の関係もあって積極的に営業はできてないので、まあ、もっと営業すればもっともっと増えるとは思います。単純にその週1が毎日になった時に、はい、その無料の3000の会員の方って有料化してくれたりとかってアンケートとか取ってます？毎日になったら払ってくれますかとか。でもその辺が払ってくれるんだったら、結構まあ固いというか、コンテンツだけ増やせば会費入ってくること確定してるんで、まあじゃあお金出そうかっていう感じになるんですけど、まあその確証は正直言ってないんですが、無料会員は増やせるかなというふうに一つ思ってまして、で、まあ、無料会員じゃ収益にはならないっていうのはありますけれども、まあ、今も昼間放送すると、まあ、100施設から500施設ぐらいこう見てくれて、まあ、1万人ぐらい見てくれるというふうになると、まあ、少しずつこうスポンサーさんというか高齢者の PR したりとかっていう方も出てくるので。まあ今回この気軽に見れるようになることで、もっと無料会員さんも増やすことで広告費取ったりですね、もっとこう B2B の何かこうビジネスにつなげたりっていうのは一つできてくるのかなというふうに思ってます。もともとそれを狙って3700施設をこう無料も含めて集めたってわけじゃないんですか。あ、そうです。で、今はそれでマネタイズはこうされてる部分ってあるんですか。広告費もらったりとかっていう。はい、少ないですが、はい、数社ございます。これ利用者さんもから、はい、その施設はその。旅すけチャンネル TV 料みたいな、この月のこの施設利用料が十何万とか、まあ僕も身内が入ってたりするもんで、それから引かれるものにも施設は加えてる可能性はあるんですか？そうですね、そういった形でやられてる施設さんもあるというふうには聞きます。ほとんどの施設さんは、まあ、月数千円なので、まあ、固定費に入れていただいてレクリエーション費みたいな形で、それで皆さんに楽しんでもらうっていう形を取ってるところが今のところ多いですね。これを実際見てるその施設の人たちが笑顔なイメージが全くできないんですけど見てくれているっていうだから営業かけられてるのが施設サイドなんで、あんまりなんかこう見て楽しんでるんですよっていう会話が来ないですよね。何のためにやってるのかなっていう。物を売れるんです、じゃあ事業者側には得なんですねとかもなんかあんまり分かんないし、これなんで続けたいんですか？まあ続けていくは続きたいというか、見てくださる方が今もまあ一定数いますんで、しっかり続けていきたいなっていうのはあるんですけども、まあ、広げていきたいっていう部分でいうと、今介護施設の入居者の方のみですけれども、まあ、個々に見てもらうケースをやった時にですね、結構皆さんちゃんと楽しみにしてくださって、こう地図を作って 毎回それをこう記録に取ってたりとかですね、こう涙を流して喜んでくれたりっていうのを、まあ、一応こう我々が個人の方にもやった時に経験があったので、まあ、これは伸ばしていきたいなというか、広げていきたいなっていうのはすごくあります。今回のこういった届けられるアプリケーションが一つできたっていうのはすごく大きなところなので、まあ、我々の今のコンテンツが全てでは全くないと思ってるんですけど、そういった形で何かもう少しじゃあ方法を変えればもっと楽しめるかもしれませんし、何かもっとこう参加する形ができるんではないかなというふうには思ってるというところですね。これ2016年に創業した時はもともとこういうのをやろうと思って創業されたんですか？全くなくてですね、当時法人のこう企業のインセンティブツアーとか法人旅行っていうのを2年間やってまして。まあそっちの方が収益的には全くもってよかったんですけども、まあちょっとそっち側の大手と同じことをやって競合していくっていうのをまあ一つ嫌になってしまったっていうのもあるんですけども、まあこの介護施設の旅行をまあやろうというふうに思いながら試しに何回かやっていただいた時に、まあすごくこう感謝をされるというか、素晴らしい旅行だなっていうふうに仕事だなというふうに思いながら、なかなか競合が当時いなかったというのもありますんで、まあちょっとその法人の旅行はもう一回全部やめて。この介護施設の旅っていうものに特化してやろうっていうのが、まあ、3年目からではあるんですけど、まあ、それで良くなってすぐコロナで悪くなってね、まあ、あんまりうまくいってるっていう感じではないんですけども、まあ、ただ需要はかなりあるというふうに思っておりますんで、なんかそこをうまくつなぎ合わせればこう旅と高齢者でこうつなぎ合わせられるかなというふうには思ってます。動画とか株式会社カードン会長トモハッピー、カードゲーム専門店ハレルヤを創業、年商は60億円超え。伝説のプロゲーマーが次に手掛けるのはマジック・ザ・ギャザリングをはじめ全てのカードゲームを取り扱う超総合店カードン。ボビー界のエヴァンジェリストは志願者のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。動画とか旅動画とか、あるいはあらゆるこう室内でレクリエーションしたり楽しめるものって、なんか世の中に無限に増え続けてるじゃないですか。うん、そのなんか無限と戦う時にあまりにもなんかニッチというか限定的というか貧弱というか、なんか今後その戦いに勝てる気がしないんですよね。その第一印象で、個人的な感想で申し訳ないですけど、ああいうのみんな僕は好きだけど今無料で見てるしなみたいな。それをうちがじゃあ施設やってたとして 7,800 円払って皆さんにオプションの一つとして提供したいかって言ったら、他にもっと楽しんでもらえるもんいくらでもあんじゃないのって。夕方のチャンネルだもんね、あれね。午後ですね。一般のまだ元気な方々は、まあ、おそらく簡単には選んでくれないだろうなっていうのは最初から。でもこれからの時代お年寄りだって YouTube 見て好きなのを見るじゃないですか。うん、確かに僕のチャンネルも72歳がすごいコメントしていますから。おお、すごいですね。孫を見る感覚ですか。高画質かどうかしか違いなくないですか。 YouTube で誰かが同じことすぐできちゃうじゃないですか。 YouTube に参加機能というか、はい、クイズとかアンケート機能を用いてポイントがたまって、全番組にそれがこう共通のポイントとして交換できるっていう会員制になるんであれば、それが可能かと思います。ただ今の、まあ、我々、まあ、こう動画サービスと比べてどうかっていうと、さすがに勝てるとかほとんどなくてですね、もちろんかけてるお金も1万分の1ぐらいのところですので、まあ、というよりは旅の観点からこう映像を使って旅としてやった場合に、まあ、どれだけその知識とか景色から入ってくるものに対してのリアクションとかっていう形で楽しんでもらえるかっていうところを今こう研究してるというかですね、積み上げてるというそんな形になるので、このバーチャルの旅行みたいなところのまあ可能性も、そっち側の観点から進めていきたいなとは思ってます。バーチャル旅行の可能性を追求する志願者、ビジネスの魅力を伝える前半戦、序盤の長尺プレゼンテーションが逆風に、場の空気を作れず苦戦を強いられる。後半戦、新しい未来の行方を見逃すね。これリターンのところちょっとお伺いしてもいいですか。はい、このリターンって、5月から6月で集まった会員の 30% の2年分っていう形で書いてあるんですけど、はい、そうするとこの1ヶ月間で仮に100施設入った場合って70万円じゃないですか。はい、それの 30% だと20万円が24ヶ月。はい、だと480万円戻ってくるみたいな感じ。そうですね。ですよね。解約しなければ入ってくるという形で。はい。この1ヶ月だけって、この1ヶ月で仮に伸びないで、その後から多分もっと多分伸びていくと思うんですけど、なんかリターンが少なすぎないかなって思っちゃうんですけど。まあこの1ヶ月に我々もこう一つ最初かけたいなというのを思ってまして、まあ介護施設ももちろんなんですけど、一般の方が見たいような旅の番組を作る中で、まあ過去にですね、2020年にフランスから配信をした時にベルサイユ宮殿を貸し切って配信したんですけども、その時1万3000人集まったんですね。で有料で、翌日有料で見るっていう時も 3,000 人集まってっていう形 でその方々がまあそのまま残ってく、今回も何かそういう企画ができて残ってくれれば、まあ、3,000人、1万人っていうのはこう狙っていけるというふうには思っているというところですね。660人ぐらい有料会員がぐっとつかめるようなコンテンツがこの5月に出せれば、皆さんが出していただく分はペイできるかなという。それでやっとトントンぐらいな感じですよね、これ見ると。あ、そうです。660人でトントンです。ね、だからこの下の1000人からは、まあ、しかもそれが絶対 100% 維持しなきゃいけないってことですよね。あ、そうですね。3例と0でっていう話ですよね。はい、相当合わないなっていう気が僕はしちゃいました。なんか、まあ、5月と6月1ヶ月はありますけど、まあ、ちょっとその一番のところで、まあ、サイトの方から輸入した分も全てカウントするっていう形でしてるので、まあ、うちがものすごい面白いコンテンツをこのあと2ヶ月3ヶ月、まあ、その後もですけど出すことができたら、かなり大きなリターンになるっていうのはあるかと思います。いや、すごいなんか施設とか B 向けの商品だなってすごく個人的には思うんですけど、うん、それをなんか広告かけて C 向けに。だって令和の虎見てる人は YouTube 見てますからね。わかります？ YouTube を見てるから令和の虎見れるわけじゃないですか。ってことは他のチャンネル見ますよね。なんならテレビすら見ないですからね、あんまり。うん、ぜひご両親、おじいちゃんおばあちゃんに家でずっと、まあ、テレビ見てる方にこう接続してあげて、で、まあ、脳トレ機能っていうのがついてるので、毎日これに参加してもらえば脳トレ、まあ、体操やって健康になるという形で、子どもの頃はテレビずっと見てるんじゃないよだったのが、まあ、今時代が変わってっていうところで。おじいちゃんおばあちゃんにテレビに参加しなさいというのが言えるような形だと。これだからその頭を使ったりとか、なんかこう高齢者がなんていうのボケ防止になるとか、なんかそういうのがついてるとなんかいいな、応援しやすいなとかはあるんですけど、単純になんかこうぶん投げて眺めてなきゃいけないやつじゃないですか。クイズに参加する、こう予想するとかですね。その勝負というかですね、それをやることで認知機能の回復をできるっていうコンテンツを作ってます。意外とただ見てるだけだと、もちろん皆さんですね、介護施設の皆さんも寝ちゃうんですよ。もう見ながらぼーっと長いと寝てしまうんですけど、まあ、その時間を合わせてちょっと体操させたり、クイズでボタンを押させたりすると、それが無理やりっすね。いけると。まあでもそれが一つこう。それだからさっきからなんか言うてるのは、見てくれてるって言ってるんですけど。株式会社お客様皆様おかげさま代表島田貴文、通称しまやん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ、店舗プロデュースなど、人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber しまやん、志願者の味をどう引き出す。だからさっきからなんか言うてるのは、見てくれてるって言ってるんですけど、はい、見てないと思うんですよ実際。見させられてるやと思うんですよ。ああ、その場に連れてこられてるってことですね。まあ会費も払ってるしね。まあもしかしたら人によってはそうかもしれないです。だからなんかコンテンツって言うんですけど、コンテンツの問題じゃなくてコンセプトがもうそもそもダメなんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。そう、やっぱり旅行会社いられたんじゃないですか。はいはい、で、僕旅行の一番いいとこってやっぱり体験価値だと思うんですね。はい、まあもちろん体験できない人たちをターゲットにしてるからそれをやるっていうのはわかるんですけど。はい、でもだからその業界が伸びるかって言ったら、まあ正直僕は伸びないんちゃうかなって思うんですけど、うん、まだ伸びると思いますか、この業界は。そうですね、いわゆるこうバーチャルな旅行というところですかね、うん、伸ばしていこうというふうに思ってます。いや、それは伸ばしていこうじゃない。いや、業界が求める、業界というかお客さんが求めてるかどうか。あ、そうですね、お客さんは求めてるなというふうに思います。実際にまあ3年間やって本当に需要がなかったら皆さん解約すればいいだけですから、使っていただいて、まあ微増ですけど順調にそんなに営業しなくても増えていってるっていうところで、まあ、そこは自信を持っていたいなというのはありますし、まあ、あとはまあ世の中がメタバースとかですね、VR を使ってのバーチャルとかって言ってますけど、実際ちょっとまだそっちを使ってもらうのは正直言って無理だなと思っていて、で今このテレビでまずは触れてもらうっていうところで、なんか我々が高齢者のバーチャルの部分の、まあ、旅っていうのを作れればどんどん広がっていくというふうに思ってます。いやー、これ広告費300万、使い道も不運なんだよな。普通に営業してくださいって感じですよね。いや、今のなんか営業してないけど微増してますっていうのもなんかなんでしてないのよっていう。うん。忙しいんですか？純粋に人数が今いないっていうのがありますね。営業代行に頼めばいいじゃないですか。普通に施設向けに営業してもらえばいいじゃないですか。それで。そうですね、何度か今何社かやってくださってるところあるんですけど、まあ、無料会員はバーッと増えるんですけど、最初に見てもらうと、まあ、その後の導入で、まあ、本当微増でしか有料会員は増えないっていうところですね。売りづらそうですもんね。なんか強みが確かに明確じゃないっていう、なんか高齢者向けに流すんでっていう動画チャンネルじゃないですか。どうなんですかね。なんかこう高齢者に圧倒的に知名度のある方が起用されてるわけでもなく、なんかこう何が強みなのかなっていうのがちょっと見えづらいですよね。だってどっちにしてもこっからじゃあ本当に行きたいわ私って言って旅行でマネタイズした方がよくないですか。この会員費で取ろうっていうのが、はい、なんか入り口は安くして後でキャッシュポイント作るのが絶対ビジネスっていいのに、うん、ここで取るかっていう、もうなんか手が回ってないんですっていう。だし、なんかもうケツに火ついてるんですって言ってるし、うん、めっちゃもったいないっすよ。そうそう、だから B 向けにやった方が。 GA テクノロジーズタイランド代表取締役 CEO 安藤浩一郎。日本をはじめ東南アジアにおける不動産事業多角的経営で躍進。場を動かす高額出資から流れを読む乗っかりの安藤まで縦横無尽。そして驚愕、手にした称号はムエタイ世界チャンピオン。本場マレーノトラ、戦う日本人を神の手が救済する。B 向けにやった方が結局御社の場合ってそういうところの、旅行の実手配、そこで売り上げ上げられる構造じゃないですか。はい、なので B 向けにケーブルテレビのじゃあ営業もしながら、ついでにリアルの旅行もいただいてくるみたいな形したら、営業部隊がシンプルで稼ぎやすくなるんじゃないかなって思うんですよね。そうですね。おっしゃる通りだと思います。おっしゃる通りで、もちろんでもそれを徹底的にやるのはもちろんで、でもプラス実際にああいう番組がですね、見てもらうとすごいお元気な高齢者と介護施設の間ぐらいの、家にいる時間が多くなった方々が一番満足度が高くて、ちょっとこうテレビより遊べるし、旅好きだし景品もあれだったらやったっていうので、そこの間をなんとか狙えないかなっていうところで。そういう人たちで老人ホームとかにいないんですか？まだ入るちょっと前ぐらいの方々とかですね、その方々を、このアプリでこうつなげて、最終的には安否確認とかもできるぐらいに家族に伝わるとかってなると、そこの、お元気な高齢者よりもちょっとこう足が悪くなってきて外出機会が減ったところから介護施設の上のところまでの層をこれが全部取れる、難しいと思うんですけど。そこを狙ってるってとこですね。そっち狙うとすると多分ちょっと種線が足んないかなって気がするんですよね。いや旅行売ってほしいよ。旅行は一番やっぱり実際の旅行をやりたいというかですね、高齢者の旅行とかそういったアクセシブルな旅行をやりたいので、ただそっちもですね、車車両を増やしたり、本当にこう割と労働集約型なので旅行のビジネス自体が、まずこれで全国の高齢者とかですね、介護施設とか1回今3000に広がったのを1万ぐらいまで広げて、である程度需要をつかめるようになって実際に旅行をやりたいなというふうに思ってますね。何人ぐらい集まった旅行ってできるんですか？今の言ってた感じ、はい、我々の旅行だと介護施設の方は一応5名集めてもらって、少人数でもいいから5名集めれば比較的リーズナブルに決まったパターンの日帰り旅行に行けますよっていうのはですね。あ、日帰りで、はい、大体皆さんそんな宿泊だとかなり大変で、あ、そっか、日帰りとかして行ってるんですけど、日帰りで売れるっていいっすね。はい、そっちは結構伸びます。コロナの前はですね、ちょうど2019年の年末はやっとそれで単月黒字も見えて伸ばしていこうかと思ったんですけど、そこからでも3年半復活するかしない、復活するかしないで、もうちょっといい加減そっちにやるのはちょっと一回止めて、でこちらが大きなチャンスも得たので、その旅っていう観点で、映像って観点になったら弱いんですけど、現地で今めちゃくちゃ旅行してる人いっぱいいるじゃないですか、はい、ミスったなとかないんですか？いやミスったなって、いやミスったでしょ。まだ介護施設の方とかですね、その高齢者の方々はまた実はまだ第9波とかですね、そういうのが続いてて、まだ実際出かけられてなくてですね、そのまま何もしなければ、何もしなければうちはいいんですけど、そっちに行っても結局なかなか難しい。でもこっちの方が私の中では広げるには、まず高齢者の旅行を日本中で例えば一番になりたいって考えた時に、今このシステム使って丁寧にやっていくことが一番広がる可能性があるなというふうには思った。なんかこの「旅すけチャンネル」にどこどこの介護施設の高齢者さんたち今日は5人がついてまいりますみたいな感じで、実体験でもっとなんか参加してるのが本当に参加するとかはできないんですか？やってます。やってんの？はい、この間もなんか月に1回か2回ぐらいですね、企画をやって、高校生の吹奏楽部の演奏に高齢者施設の方30人ぐらい来ていただいて、もう本当に涙流して喜んでもらって帰るっていうのが、こっち側でやってて、でこっちは配信で全国で1万人ぐらい見てるっていう、そういう感じの、なんかそれがもっともっとこう両方が融合してくると、どっちもカバーできて我々のやりたいことにはなるんですけど、栗原さん本人のときめきを全然感じないなって最初思ってたんですけど、だんだんちょっと感じてきました。まあね、わかるわかる。なんかそう熱持ってやってるのは伝わってきました。バンさんなんかどう思いますこれ？結構皆さんと同じ意見の方によってなんかこうフォローしたいんですけど、フォローしようがないことが多すぎちゃって。ちょっと難しいなっていう。本人の能力が高そうですけどね、めちゃくちゃ。そうなんですよ。そこが優秀なんだろうな、きっと、だとは思うんですけど。ただ、進むべきタイミングと道をたまにミスってんなっていう。従業員の方、ついてきてますか？信じて。いい人ですもんね。普通にいい人。そうなんですけど。これか、高齢者が元気になる。難しいことやってるのは重々承知しててですね。もちろん、もう一般の法人旅行に行けば一番いいですし。介護の旅行に決まった人数である程度こうやっていけばですね、トントンには持っていけるかなって。介護旅行ってくくりの旅行ってあるんですか？あ、そうですね、ユニバーサルツーリズムっていうのが一応観光庁とかはですね推奨してまして。ああ、なるほどなるほど。はい、それは結構市場規模大きいんですか？すごく今は小さいです。小さいんですけど、ただもう高齢者も今約3割ぐらいになってきて、世界中の高齢者もこれから日本を越すぐらいになっていく中で、まあ、そこをもっと気にしないと実際に来れる人が増えない、まあ、日本の経済も回っていかないっていうのはあるんで、だからヘルパーさんとか介護士さんもね、はい、なんかついて同行してくれますよみたいなのがめちゃくちゃ嬉しそうですけどね。そうですね、もうそっちの方にまあ融合して両方本当にやりたいっていうのが主なので、まあ、ただこっちはこっちでしっかりやらないと、やりきらないと簡単にできるものではないっていうのも分かってるので、まあ、まずはこっちで今ある程度高齢者の市場がちょっと止まってる間にしっかりこっち伸ばしてですね、両方の旅行でできるようにはと思ってますし、まあ、僕ビジネスって長所伸ばしていくことやと思うんですね、はい、だから今うまくいってない方を伸ばそうとしてるじゃないですか。あ、分かる。そこに対してどう思いますか？そうですね、そこにいろいろかける必要あるのかなって思うんですけど、収益的にはまだちょっと全然うまくいってないというのはあるんですけども、まあ、確実に右肩上がりに上がってきてまして、かつ上がってる理由何なんですか？右肩上がりに上がってる理由、なんとなく増えてるだけでしょ。いや、まあ、そこって因数分解できてますか？そうですね、まあ、当初はやはりなかなかこのオンラインで旅行するっていうもの自体、介護施設もなかなか馴染みがなかったっていうのもありますし、最初はこう本当にお金払ってくれるところは全然なかったというのはあるんですけど、まあ、徐々にその使ってくれるところが増えてきてっていう、まあ、口コミで横に広がって横に広がってっていうところで今ここまで来たので、かつ、まあ、やっぱりお客さんがのアンケートとかですね、残ってくれてる方聞くとまだ需要は全然あるなというふうに思いますし、まあ、一つはやっぱりパソコンを使わないでこう見れるような環境が作れるっていう、まあ、こういうチャンスを得たのはこれ私の中ではポジティブに捉えててですね、アプリが作れたからもっと前進セニアが強いですね、多分ね。そうです。ここで止まるわけにはいかないっていうのが正直なところですよね。でしょうね、はい、ただ俺らアプリ響いてないんだよなアプリ地獄ですよ。そもそも多分チャンネルのアプリ使わない気がするんですよね。ああやってしかもダウンロードしていなきゃいけないじゃないですか。もともと入ってたらね、そのネットフリックスとかアベマみたいにもうチャンネルリモコンにもうついてるから、まあワンチャン開く可能性あるけど、言うてダウンロードアプリ画面出してダウンロードしなきゃの手順まであるじゃないですか。なかなかハードですよね。はい、地上波垂れ流す方が楽だわって思っちゃう可能性も高いですよね。そうですね、すごくそこは難しいと思ってます、これもまた難しいって言われると思うんですけど、やっぱりその我々のやってること、高齢者のお父さんお母さん世代、おじいちゃんおばあちゃん世代の方に、我々現役世代とかもう少し上の方が、あとお孫さんとかが、まあ、これが入れとけば本当にお母さんたち元気になるよっていうのを、まあ、言えるようなコンテンツをちゃんと作って触れてもらう回数を増やすっていう。それめっちゃむずいっすよ。もう僕らコンテンツ作っててもう毎日ヒーヒー言ってんですから、はい、まあ、そうだと思います。激ムズなのよそれ。人を元気にさせるコンテンツって、はい難しいと私も実感してます。むずいっすよ。だって高齢者の、だってじゃあターゲットに動画作るってやって、バンさんできますか？なんかこうパッと思いつきます？なんかこれやったら絶対バズるわ。そうですね、またまさしくいい質問だったんで聞くんですけど、ラウンジグループ代表バン中村、堀市サロン経営から喧嘩バトルロワイヤル主催、令和の虎司会までバズりの法則を持つこの男、ブレイキングダウン賛成を起爆剤に持ち前のバイタリティであらゆる業界に牙を向く、志願者へと語りかける。今宵俺とぶつかり合うのはあんたでもいいよ。そうですね、またまさしくいい質問だったんで聞くんですけど、栗原さんはその今やられてるその形あるじゃないですか、ご自身の身内もその介護ってグループホームが多いんですか、それとも特養とかいろいろ階級があるじゃないですか、その介護施設、はい、どのぐらいの層が一番多いんですか？有料老人ホームが多いです。有料老人ホームが多くて、割と株式会社がやってる有料老人ホームところが多いんですね、はい、民間のね、はい、で栗原さんの身内にもいらっしゃいます？介護されてる方とかって。はい、うちのおばあちゃんも入ってて、はい、でそこに向けての配信とかもしたりはしてたんですけど、一番その介護されてる方たちが望んでるのって旅行なんと思います。なんだと思います？大切、一番望んでることって。あ、介護される方々。されてる方たちのまあ一番のユーザーさんたちですよね。まあ、うちのサービス関係なくて、ね。関係なく、一番何を望んでると思います？これ俺一番聞きたくて、さっきからずっと聞いてたんですけど。まあその方々は新しいことよりは昔の思い出を振り返りたいっていう思いが強いかなっていうのは感じます。絶対バンさんの欲しい答えじゃないな。違うな。それでその仕事をするなよって俺は言いたい、一番介護されてる方たちが望んでることは家族に会いたいんですよ、本当の友人だったり幼なじみだったり家族に会いたいんですよ。家族と話したいんですよ。だけどコロナ禍で会わせてもくれなくなったんです、それ知ってますよね、はい、面会もできなくなってるんですよ。だから旅行でごまかしちゃダメなんですよ。だったらその番組で家族に会いに行くとか、家族の様子を見せてあげるとかだったら、まだ僕は可能性あるっていうのは正直感じたけど、あなたが本当の介護されてる人の気持ちを分かってないことが一番俺は正直一番気に入らなかったです、聞いてる。そこを分かってないなっていうのは正直フォローしたかったけどできなかった。これが僕の、まあ、今思う答えですね。はい。まさ家族はでも家族やったら LINE のビデオ電話とかでいいんじゃないですか。それすらも持ってなかったりね。まあそうですね。そうなんですよ。実際介護されてる方、多分これ視聴者見てる方で、はい、僕はそれ結構、まあ、身内いるんで、はい、実際会えもしてないし電話ももちろんできないしっていうところ、まあ、僕は特養のところに入ってるんですけど、うん、まあ一番こう一切面会もできなかったりそういうことがあるんですよ。スマホとかがそもそも持ってないっていう。持ってない年だったり、本当に抱えてるところの寂しさなんですよ、その方たちの。とんでもない封鎖しましたもんね。そうなんですよ。一気に全てを止めたから、こっちも会いたくてもう会わせてくれなかったり、もしコロナが入ると、その施設全部がコロナになるんで、そうなんですよ。だから一切会えてないっていうこともあるんですよ。急でしたもんね、本当に。で、それが今やっぱその急派って言葉も先ほど途中にあったけど、結局、向こう側も合わせないのが一番、まあ、ごめんなさい、施設側は楽なんですよ。楽ですよね。楽なんですよ。いや、会えなかったですもん。で、変に会って、その介護者本人から、こういうことを、まあ、そこに虐待があるところももちろん世の中にはあるし、闇が。そういうことすらも伝えられて変に騒ぎになっても困るから、運営する側も合わせないのが一番ベターなんですよね。そこを、もし本当に理解しているのかってことが、ちょっと疑問で一番、もやもやしてました、僕は聞いていて。はい。いや、ものすごい多分、まあ、家族愛も絶対あると思うんですけど、もうね、旅能なんですよ。そうなんですよ。もうさっきの話も、もう旅の話持ってる。バンさん、家族って言ってほしいに決まってるじゃんって思ってるのに、ずっと旅能。そうなんですよ。もう旅させて。動画止めろって言ってるのに、最後まで見せさせたがるんですよ。なんでそこまで押すのかな。これはね、ちょっと今ね、多分、視野と視座が下がってるんですよ。そうなんですよ。こうなってるから。諦めのつかない悪い経営者になっちゃってるんですよね。いや、マジで、毎日多分、コンテンツなんですよ。そうなんですよ。もうコンテンツ、違うんですよ。やっぱりたまには、羽を広げて、遊んでくださいよ。そう。で、従業員のことに耳を傾けるとか、本当の心を聞いてあげるとか、そういうことも必要なのかなというか、諦めがないのも大切なんですけどね。はい。頑張ってるなぁ。俺なんか久々にちょっと応援したくなっちゃったな。100万円出しとこう。おお。ただ、これに使ってほしくない。何の100万円なんだ。応援。頑張ってるよ。リューピーから100万円が出ました。前半戦の空気とは一変。ひたむきに事業と向き合う志願者に虎たちが心をつかまれる。動き始めたタイガーファンディング。いざ迎える。ラストステートメント。思いついたのがすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、ここで、時間が来ましたので、最後に栗原さん一言お願いします。ラストステートメントです。はい、今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございました、もうお話しいただいた通りまあ数字もそうですけれども、需要をまだ引き上げられてないというのは、その通りでございます。で、まあ本当に難しいことやってるのも重々承知してまして、まあそれでももうこれは進むというふうに決めているという覚悟はありますんで、ぜひこの5月の部分で一緒に乗っていただいて楽しんで見ていただけるように、やりますんで、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。以上です。それでは壁側をお向きください。ファイナルジャッジメントタイムです。それではお直りください。それではただいまより最終決断に入ります。一役目の島やん。はい、僕はナッシングです。はい、すみません。まあビジネスも人材教育も僕は。長所を伸ばすっていうことが最も大事だと思ってるんですね。で、なった時に栗原さんのいいところは、さっき旅能っていう言葉が出たように、本当に旅に対しての思いがあると思うので、僕はその、こういうバーチャルの体験よりも、リアルな体験を売っていく方が、会社は良くなるんじゃないかなと思って、はい、ナッシングです。頑張ってください。では続きまして、岩崎さん、お願いします。すいません、私もナッシングです。やっぱりちょっと価格のところもちょっとやっぱり高いなと思いましたし、やっぱりちょっと競合と比べて勝っていくのがちょっと難しいのかなというふうに思いました。やっぱり御社の良さを生かせばいいなというふうにも思ったんですけど、そこまでちょっと時間もかかるというところがあったのでちょっと厳しいかなと思いました。それでは続きましてリュウピ。栗原さん、100万円しか出せないけど旅行を売ってほしい。まあお手伝いできることあればやりますんで。旅助きついと思うけど頑張ってください。なんで今日そんなしみじみしてる感じいやなんか頑張ってる心が動いてますね、うん、頑張ってる。それでは続きまして、トムハッピー。すいません、僕もナッシングです。なんか背水の陣でこうやるぞっていう覚悟は感じたんですけど、本当にこのプランをこのままいっていいのかなって思った時に、僕はそうとも限らないなって思ったり、単純にまあ投資の審査員としてというか、単純に内容とこう条件が投資できないなっていう感じで、応援はしたいんですけどお金は出せませんでした。ごめんなさい。はい、それでは最後に安藤さんお願いします。はい、僕もともハッピーと同じで応援はしたいんだけど、営業戦略とリターンがマジで合わないなと思って、なんかそこを話し合いしようかなと思ったんですけど、まあそうなんかちょっと盲信型なのであんまりお話できないのかなと思ったので、まあ応援ということで100万円です。はい。はい、それでは安藤さんから100万円が出ました。この時点で、200万円ですので、残念ながら、ナッシングになります。お疲れ様でした。それでは最後に、栗原さん一言お願いします。まあ本当に。まあ簡単に取れるとはもちろん思ってなく来ておりますけれども、まあ、ここからやるのは自分自身というところでありますんで、まあ、これが後々しっかりいや本当にやったなっていうふうになるようにですね、しっかりやっていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。はい、で今回はナッシングでしたので、僕からも最後に一言、栗原さん、あんた旅人なのよ。やっぱりそうなんですよね。だからその介護というね、このところを旅助けでっていう気持ちはわかるんですけど、まあそのアプリ地獄っていうかで失敗されていく方結構たくさんいて、引くに引けなくなっちゃうんですよね。だからそういうところが今後いろんな課題でももちろんなると思いますけど、従業員の方たちももちろんいると思いますし、そこも含めてその先ほど安藤さんからあった諸突猛進っていうところも少し崩しながらですね、肩の力を少し抜いていい方向に持っていったらと思います。お疲れ様でした。はい、バーチャル旅行の可能性を追求する志願者の挑戦。その結果は残念ながらナッシングで終幕。虎たちとの激論に苦戦を強いられたタイガーファンディング。己の信念を胸に場を動かすも完全オールまでは届かず。志願者の背中を見送り、虎たちは次なる志願者を待つ。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の虎ファンクラブ、入会はこちらから。